私は JEC 日本福音教会のグレース神戸ミッションチャーチの牧師をしております林田清隆です。1月13日に持たれました JEC 役員セミナーのレポートをいたします。このセミナーは毎年持たれているわけではありませんが、今年数年ぶりに場所は八尾福音教会というところで持たれました。テーマはマネージメントからミニストリーへということです。今回のセミナーは120人会議と題しました。ペンテコステの日に主からの聖霊の注ぎがありましたときに集まっていました、あの120人になぞらえています。事実、JEC の諸教会より約120人の方々が集うセミナーとなりました。教会役員の霊性が整えられ、牧師と共同して教会の働きを進めていくために持たれていますが、今回はテーマからも分かりますように、伝道の働きのため役員会を構成する立場の方々が牧師ともども主の働きを探るために集まってまいりました。講師は JTGA 宣教神学校前校長の岸義弘先生、そして KBI 関西聖書学院の現校長であられる太田裕作先生のお二人です。お二人とも日本の福音化に強い思いを持っておられる方々です。伝道は牧師や伝道者だけが行っていくというものではありませんですね。クリスチャン一人一人に主から与えられた使命であることがまず今回再確認させられたと思います。岸先生からは生児に忠実であると語られました。生児とは世の富、財や才能ですね、知識などもそうでしょう。これを主に献身して用いることについて熱く語られました。もう一方の太田先生ですが、先生は昨年インドのボージプリ族9000万人に宣教を展開している旧オラブロミッション、今のインターアクトといいますが、この宣教師ヴィクター・ジョン宣教師の宣教現場で与えられた恵みについて報告がなされました。インターアクトはスウェーデンの宣教団体ですが、100年前からインドで宣教しています。ヴィクター・ジョン氏はその中心的な教会に赴任しましたが、ヒンズーの人々に文化の違いという面が壁となっていて、伝道が届いていないという事実に突き当たりました。彼はその教会を辞して40歳の時です、ボーリプリーの村々にチームで出て行きました。ヒンズーの文化を否定することなく人々のニーズに届いていきました。なんとこの20年足らずで18万の村々のすべてに行き届いて、報告によると800万人以上の人々が受洗をしたとのことです。この事実は同じスウェーデンの宣教団体を母体とする私たち JEC の諸教会にとりましても多大な刺激となりました。参加者たちの感想は
自らの置かれた立場や場所で賜物を用いて仕えていくこと、人々のニーズに敏感であること、勇気を持って伝えていくことを励まされたとの感想が多かったです。今後の祈祷課題なんですけれども、教会全員が伝道者という意識を持って主に仕えて伝道に携わり、地域の人々の魂を救うために働いていけますように。 JC の教会のみならず日本の全国の教会と合同し、リバイバルの技にも用いられていきますように。以上、グレート神戸ミッションチャーチの林田清隆がお伝えしました。